皆様お疲れ様でございます。急増と申します。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今日はですね、超名作アドベンチャーシリーズということで、ゲームをですね、メルカリとペイペイフリマで2本購入してまいりましたので、そちらの購入品紹介と開封を行っていきたいと思います。じゃあまずこちらからいきたいと思います。このゲームもですね、いつか買おう買おうで宿題になっていまして、まあ、ようやく買ったっていう、そんなゲームなんですけどね。はい、ということで1本目はおいしんぼでございます。こちらはですね、メルカリで1680円でございました。すぐひょんなところでゲームオーバーになるでおなじみのアドベンチャーゲームのおいしんぼでございますが、漫画は見ていないけども、このゲームやったっていう人結構多いかもしれないですよね。一番の難所はあのあんこをこうさばくところだったりするんですけども、ね、これはねなかなか難しかったですよね。では見ていきたいと思います。はい、ということでおいしんぼからこちら見ていきたいと思います。画像では分かりきらなかったんですけども、ここが少し痛みがあったり、全体的にまあまあスレがあるかなっていう感じですよね。まあでも、あ、ここもねちょっとスレちゃってるのか。うん、まあでもいいかな。そこまでひどい潰れもないですし、うん、許容範囲かなとは思います。うん、中は綺麗ですね。いい感じ。よいしょ。うん、まあ、こっちも綺麗ですね。うん、ここが少し剥がれているのか。よいしょと。てんてげてん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 てげてん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 。はい、綺麗なプラケースです。説明書綺麗じゃありませんこれ。すごい綺麗だな。うん、書き込みもないですね。うん、これはすごく綺麗。カセットはですね、うん、でもこれ綺麗ですよね。少しだけ汚れがついてる感はあるんですけども、裏もラベルも、うん、まあまあですね。少しだけ汚れがついてるのがこう点点点点と汚れがついていますが、うん、まあでもいいんじゃないですかね。中はすごく綺麗ですね。すごくお掃除をされている感じのカセットですね。ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと大きな箱、こちら2本目開けていきたいと思います。この2本目もですね、僕ずっと裸カセットを持っていて、たまにこうやったりするゲームなんですけども、箱付きがですね、気がつくとなんか高騰しちゃっててですね、買えず買えずで宿題になっていたんですよ、このゲームも。なんかね、状態のいいものだと5000円とか超えていたりで、そんなみんなこのゲームやりたいんですかね。まあ、僕はすごい大好きなゲームなんですけどね、これ。はい、2本目はですね、ケムコの超名作アドベンチャーゲーム。あの死にゲーとしておなじみですけども、はい、悪魔の招待状でございます。こちらペイペイフリマから3800円でございました。もしかしたらやったことない方もいるかもしれませんが、結構このビジュアルで覚えていらっしゃる方いるんじゃないですかね。あとあのゲームオーバーシーンのあのドクロ、その映像が結構ショッキングだったりとかするので、ゲーム自体はやったことないけども、ゲーム画面はなんとなく見たことあるっていう方結構いらっしゃると思うんですよね、このケムコの悪魔の招待状。うん、これもね、おいしんぼ同様になかなかすぐゲームオーバーになっちゃうゲームなんですけども、ちょっとね癖ありのゲームではあるんですけども、慣れるとね、慣れるとまあ面白いっていうゲームですね。すごく奥深いです、実はこれ。一応ですね、攻略動画みたいなものとか他のですね、動画もいろいろ上げさせていただいておりますので、よろしかったらご覧いただけますと幸いです。じゃあということで見ていきたいと思います。はい、続いて悪魔の招待状見ていきたいと思います。これ3800円だったんですけども、最近ね、悪魔の招待状ちょっと値上がりしてまして、3800円でもまあお得な部類っていう感じでした。ちょっとね、四隅が擦れてる感じがありますが、うん、まあただそこまでじゃないかなっていう感じだと僕は思うんですけども、はい、どうですかね。よいしょ。うん、開け口とかですね、綺麗で耳もしっかりついていますね。反対側もすごく綺麗、うん、状態がいいプラケース。説明書と付属品でございます。これはですね、掲載画像でも確認してたんですけども、説明書はね、これ見てください、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。うん、あ、出ました、あの有名人のね、死神というかドクロくんですね。はい、
振り向けばやつがいるです。はい、分かる方は2ですね。はい、わあ、これは綺麗ですね。カセットもピカピカなんですよ、これ。ほら、あ、状態いいですよね。これね、見えづらいかもしれないですが、中もね、すっごい綺麗なんですよ。うん、ほぼね、やってないと思います。はい、ということでございまして、今回はですね、ちょっと癖ありなアドベンチャーゲーム2本の購入品紹介と開封を行ってまいりました。まあですね、値段と状態はまあそこそこっていう感じではありましたが、いつか買いたい買いたいで、うん、ようやくですね、買うことができましたので、個人的にはね、もう大満足の回でございます。はい、ということでございまして、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお待ちしております。 Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。